おはよう、久しぶりのチャップだ。ビネガーパレスへの行き方、何か分かった？そっちもダメか。ああ、一体どうしたらビネガーパレスに行けるんだ。ああ、私はやることがある。え、やることって？おい、やることはやることだ。だってビンさんともビネガーを倒すんだろ。メローラ姫とスナラインか？違う。なあ、お前も一緒に来てほしい。ミララだけ？ああいいよ、うん、何するんだろ う、 そうだな。詳しい話は歩きながら話そう。ついてきてくれ、うん、秘密の話だね。行っちゃったわね。私たちはどうする？クエストしながら情報集めよう。でごわせ。来たよ、ついに第7章。犯人は誰だ？チリペッパー警部の事件簿。もういろんなキャラクター出てくんね。さて、お前には私の調査を手伝ってもらいたい。なんで俺なんだろう。ああ、街で情報を探っていたら、ある男の情報を手に入れてな。この町にはビネガーのことを調査してる刑事がいるらしいんだ、うん、まずはその刑事を探して話を聞いてみようと思う。そうだな。噂の刑事というのはがっしりとした肉体を持ち、自分の筋肉に自信があるマッチョな刑事だそうだ。マッチョな刑事ってなかなかいないね。やった。なんでやったなんだよ。最近はビネガープライスの商品に怪しいものがないか、デパートの四つ吉を調査してるらしい。私たちも四つ越ね。ああ、なるほど。これ三つ越のちょっともじったやつか。四つ越に向かうぞ。じゃあちょっと行ってみますか。デパート、これ相当豪華なデパートだよ。受付のお姉さん、いらっしゃいませ。こん中探すんだね。結構広いな。がっしりした刑事でしょ。まずがっしりした人を探さないと。あ、ちょ、買えるかな。めちゃくちゃ高そうだけど。王国御用達ブランドクランアリーネようこそ。買う。あ、結構強いのがある。グレートレアあるじゃん。グレートレアがある。スーパーグレートレアはさすがにないか。ちょっと待って、値段がとんでもないことになってるけど。値段とんでもないな。2万か。くそー、ちょっとね、最近ちょっと買い物しちゃったからな。これは何だろう。これは防具かな。デトニックシールド、うん、15,000。これも結構高いな。結構高い。もう何も買えない。いらっしゃいませ。他の階があるのか。とりあえず1階はがっしりした人はいない感じ。これちょっとがっしりしてるかな。さあ、何が欲しいんだい。パパが買ってあげる。これ誘拐してるとかそういうことじゃないよね。本当の お父さんか。あ、よかった、本当のお父さんで。俺誘拐してる人だと思ったわ。いらっしゃいませ。ちょっと2階行ってみよっか。2階へ。た、2階来たよ。2階は何があるんだろう。これ何？いらっしゃいませ。電子技術の最先端、フェアリーエレクトリニクスへ。何ができるんでしょうか。商品を買うことができる。これは、あ、なるほどなるほど。いろんな武器。このスナックワールドね、武器一つだけ買えばいいっていうわけじゃなくて、いろんな武器買わなきゃいけないから、お金的にはかなりきついよね。1個買ったぐらいじゃすげえな。これ2階もいなかったから3階。3階がっしりしたこの人だ。サラリーマンか。違うな。
そろそろ見つかったし、この人だ、絶対そうだ。なぜだ、なぜなんだ、うん、マッチョな警部というのはこいつだろうか。うん、なあおい、ちょっといいか。私に何の用だ。ああビネガーのことを調べている警部というのはお前か。私のことを知りたいのか。私はチリペッパー警部だ。決まった、今日は一段と切れてる。切れてるってどういうこと。マッチョの間では筋肉の調子がいいことを切れてるというらしい。そうだったんだ、知らなかった。くそ、人生初めて知ったわ、そんなの。解説してる場合ではない。私たちはビネガーについて情報を集めているんだ。知っていることがあったら教えてくれないか。ビネガーについて君たちは。お、すまない、電話だ。チリペッパー警部だ。私だ、事件か。何？ホテルハマネロだな。すぐ行く。なんか事件が起こったんだね。わあ、行っちゃった。おい、もう完全に無視だったね。なんかハバネロで事件があったっぽいな。ホテルハバネロは私たちが泊まっている場所だな。まさかチャップたちに何か。あの警部を追いかけるぞ。どうしたんだろう。奥で誰か倒れてない。ここどこから説明したらいいかしら。チリペッパー警部だ。事件の発見者というのは君たちだな。うん、実は部屋に戻ってきたらこんなことになってて。ああ、やっぱそうだ、干からびてる。これは俺たちが目を離したらゴブさんがこんなことに。一体誰がこんなことを。これどうなっちゃったんだろう一体。おそらくやられたのは数時間前のこと。同じ部屋である君たちが犯人だ。そんな、俺たちじゃないよ。決めつけがすごいな、この警部。ちょっと待って、警部、ゴブさんがやられたのは数時間前なんですよね。ああそうだ、なんでもう死後硬直が出始めてるとか。だったら私たちじゃありません。クエストに行ってましたから。おお、そうでごわす。おいどんたちには無理でごわす。っていうことはゴブさんは置いてけぼりを食らったってことだな。まずねえねえチャップ、フェアリポンでクエストの出発記録を見せて。あ、そっか、マヨネー、ナイスアイディア。あ、あれあれ、フェアリポンがない。何やってんの。落としてきたのかも。探してくるよ。おい、ちょっと何やってんの。もうそんなので、ね、妖怪ウォッチを落としたケイタくん、もうドラえもんがいなくなったドラえもん、あ、のび太くんみたいな感じになっちゃってるから絶対落としちゃダメでしょ。それはダメだ。犯人だったらそのまま逃げる可能性があるからな。君たちが代わりに行くのなら許可してやるぞ。マジか、ちょっと俺たちが犯人っていう可能性もあるからね。でもよし、だが長くは待てんぞ。ありがとう、チャップ乗り軽いな。もう殺人犯にされかけてるのに仕方ないな。どこに落としてきたんだ。わかんない、ちょっと直言う。使い物ならクエストの場所は。それなら覚えてるでごわす。サラミ荒野でごわす。あ、またうまい棒のとこか。わかったミララ、急いでサラミ荒野に向かうぞ。またあそこで行くのか。じゃあクエストちょっとやりますか。疑惑のチャップ、出発。行くぞ。
あ、今回からそうだ、狼男を仲間になったから狼男を出していけばよかったね。いつも同じメンバーだからな。ん、もしかしてこれじゃない？違う、あ、間違えた。あ、チャップのフェアリポンだ。早速見つかった。これでクリア。ゴブリンの群れ、あ、本当だ。ちょっとこいつらやっつけなきゃいけないんじゃない？戻って、こっちか。ゴブリン来た。お、ゴブさんの親戚かなこれ。親戚だったらごめん、本当。あー、最後爆発するんだね。あー、動けない。しかも暗い、この野郎。見た目可愛いんだけどな。あれ、ちょっと湧きすぎじゃないね。なかなか倒せないなと思ったら、そもそもが、まあ、湧きすぎ。よし、一体何匹湧いてくんだよ。もうレベル上がっちゃったよ。もう大量に出てくるから、これで、いや、あと、あ、よし、 OK。 じゃあもう帰りますか。なあチャップ、これがお前のフェアリポンか？うん、これ俺の。ありがとう、名前でも書いとけ。もうまったく、フェアリポン落とすとは。ペペロンが言ってた通り、サラミ荒野に落ちていたぞ。ねえねえ、これで疑いは晴れたってことでいいですよね？君たちは犯人ではないようだ。本部から怪しい人物の目撃情報が入ったと連絡が来た。そいつはホテルから抜け出し、ロストビーフ行動に向かったらしい。私は犯人を追うため、これから行動へと向かう。でも行動には強いモンスターがうじゃうじゃいるでごわすよ。君、犯人を捕まえるために協力してくれないか？犯人を捕まえることができたら、ビネガーの調査情報をやる。あ、もうやるしかないね、これは。嬉しいぞ。私の大胸筋も喜んでいるぞ。いちいちポーズ取らなくていいから。大胸筋が喜んでるとかちょっとよくわかんないの。ね、俺たちも一緒に行くよ。ダメだ、みんなで行けば犯人に気づかれてしまう。でごわす。確かに気づかれたら逃げられてしまうでごわす、うん、そっか、じゃあミララ頑張って。よし、では早速ロストビーフ行動へ向かうぞ。ゴブさん殺されちゃったのに悲しむ人誰もいないんだね。すげえなこいつら。行くぞ。今回はね、狼男をセットしたんだけど、ステータス的にはピーターパンパンの方が強かったな。よし、じゃあ行こう。
ちょっとやばいじゃんこれ。絶対ゲットしなきゃいけない。ほら、あやつけなきゃいけないのか。あれ、逮捕だ。くれ、よっしゃー、やば、激レアってことはプチレアではないよな。少なくともレアだよね。いや、よかった。さあ早速ついちゃったよ。でちょっとジャラセットしていこうかな。ねどれ外そうかな。ジャラレベル1だからこれ外そうか。そうだな、これ外そう。これを外して、さっきゲットしたよね。これはプチレアじゃん、プチレアじゃん。じゃあこっちの方がいいやん。どっちの方がいいかな。まあこれでいいや。なかなかレアも手に入らないね。ん、誰もいないね。犯人出てくんのかな。犯人はいない？どういうこと？この行動には犯人はいないようだな。本当に？誰もいなくて当然なのだよ。犯人の情報は嘘なのだから。君を片付けたらビンサントという男も始末せねば。ビネガー様のことを嗅ぎ回るようなネズミはここで始末させてもらおう。ちょっと待って、衝撃的な展開。うわあ、マジで。何をする？はい、ちょっとこの展開分かんなかった。うわあ、何をする？いや、ちょっと来ない。お、でもいける、これはいけるぞ。よし、半分で武器変えよう。違う、ああでやられてる。ちょっと待って、そんなはずないんだけど。ちょっとダメだ。ちょっとうわ、まずいなこれ。お、どんどんやられてんじゃん。お、意外に強いぞこいつ。あの百裂肉球みたいなやつはきついのか。ちょ、逃げて。ちょっと回復アイテム使うか。回復、ほんとこんなあいつに、こんな相手に使いたくないんだけどな。ふん、逮捕だ。伊達なマッチョじゃなかったぜ。よっしゃー。ちょっと今までガードとかこういうのやってこなかった。お、いいねガード。よし、やっつけたー。まさかこれほど強いとは。ミネガーの手下だったの？その通りだ。ミネガー様に近づく者を始末するのは私の役割だ。だが君の強さは想定外だった。このまま戻れば私は始末されてしまう。どうかお願いだ、見逃してくれないか。見逃すのはいいけどさ、仲間にしてくれないかっていう展開だと思った。ありがとう、大胸筋も喜んでいる。もう逃げていった。いや、せめて情報教えてほしかったな。ビネガー様、ご報告があります。ウスターちゃんどうかしましたか？申し訳ありません。チリペッパーが冒険者に敗北、そのまま逃亡したそうです。はい。冒険者？ビネガー様、ビネガー様について嗅ぎ回るネズミがいるようで、チリペッパーを追跡し処分いたしましょうか。捨ておきなさい。コマが一つなくなったところで構うことはありませんよ。
私にはドラゴンハートがありますからね。かしこまりました。は、承知いたしました。あ、殺されなくてよかったね。え、チリペッパー警部って悪者だったの？うん、ビネガーを狙うやつをおびき出す罠だったというわけか。ひどいでごわす。結局ゴブさんを殺した犯人はわからないままってこと？チリペッパーがやったんじゃないよ。ゴブさん、こんなところでお別れなんてようやく泣いたな。泣くのちょっと遅いな。でもおっさんがいないと調子が狂うでごわす。確かに変な感じよね。あ、そうだ、ゾンビパウダーを使おう。さすがチャップさん、ゾンビパウダーで生き返らせるんでごわすな、うん、そんな使い道があったなんて、ゾンビとして生き返ることになるぞ。もともと、いやいや、ちょっと待って、もともとモンスターだけどさ、もともとモンスターだし大して変わらないって。よし、そうと決まればマカロンマウンテンに出発だ。それじゃあまたね、ミララ。私たちは引き続きビネガーの情報を探そう。わあ、気がついたら路地裏で寝てたわい。寝てたの？なんじゃ、幽霊でも見たような顔して生きてんの？ちょっと、いや、体の色変わってたじゃん。だって何をわけのわからんことを言っとるんじゃ。わしはこの通りピンピンしとるぞい。なんだと。ではあのゴブリンは一体何だったんだ。あ、もしかしてゴブ違い。おお、バニラちゃん、聞いておくれよ。みんながわしのことを死んだとか思っているんじゃよ。ひどくない？ゴブさん泣いちゃう。あのゴブリンなら私が部屋に運んだわ。階段で死んでて邪魔だったから。じゃあゴブリン違いだったんだ。なぬ、どういうことじゃ。説明してくれ。許さんぞい。わしとゴブリンを間違えたじゃと。っていうか、もともとゴブリンでしょ。チャプたちはどこを見とるんじゃ。解決したようだし、私は失礼させてもらうぞ。マカロンマウンテン。なんでマカロンマウンテン行くんだ。あやつらに一言文句言わねばわしの気が済まんわい。本当に資料山脈行くんだね。